皆さんまだ生きてる？君吉のおじいちゃん、死んだ？人殺し。人殺し。君吉のおじいちゃん。生きてるなら正直に生きてるって言ってくださいよ。死体のふりして逃げ出そうなんて通用しないから。最終通告。生きてる？生きてるなら返事してね。どうしてこんなことをするんですの、シオンさん。ん？ああ、なるほど。シオンじゃなくて、私が本当のミオン。あんたたちがミオンだと思ってた方がシオン。まあややこしいだろうから理解しなくて結構。よくもみんなをリカを。フルでリカは自業自得。あいつは私を殺しに来たんだよ。返り討ちにしたのさ。そんなことあるわけありませんわ。リカがそんなことするわけない。信じないならそれでもいいよ。あんたにはどうでもいいことだし。私をどうするつもりなんですの？殺す。分かったかい？あんたはそれをサトシ君の時にしなかった。だからサトシ君は虫けらのように殺されてしまったんだ。あんたはサトシ君を救える100億の瞬間を見捨てた。見殺した。そうさ、それがあんたの罪なのさ。やめて！サトコを殺さないで！
よし、シオン。じゃあこうしよう。サトコの助け方を教えてあげよう。あんたはこれから1000回ごめんなさいって言うんだよ。言い終わったらサトコを解放する。どう？私は嘘をつかないよ。あんたが1000数えたら絶対に約束を守る。あんたがけじめをつけたってことをちゃんと理解してね。さあどうするの？ごめんなさい、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 ごめんなの先輩特許だね。泣けばニーニーが来てくれる。ニーニーがかけてきて私を跳ね飛ばしてあんたを助けてくれるのかな。サトコ、私の声が聞こえる？聞いてる？聞けよ、こら！あんたは自分の罪が分かってる？あんたの存在がどれほどにサトシ君を追い詰めていたか知っている？ニーニー！ニーニー！そう、あんたはニーニーって泣けばよかった。泣きさえすればいつもサトシ君がかばってくれた。でもね、サトシ君の負担ってものを考えたことがある？サトシ君はね、あんたのヒーローでなければ不死身でもない。あんたと同じに！傷つけば血も流れ、痛めばうめく、全く同じ人間なの！あんたの代わりに矢面に立ってくれたサトシ君の痛みを、あんたは理解していたの？してない。しようとさえしなかった！あんたはサトシ君に甘えてた。サトシ君に寄生していた。そうさ、サトシ君が傷ついて流すその血を舐めてお前は生きてきたのさ。そんな呪われた身でありながらこの後に及んでまだサトシ君の名を呼ぶのか。あんたはその罪を今から償うのさ。私の手によってね。好きなだけ泣き叫べばいい。そしていくら泣いてもサトシ君が助けに来てくれないことを知るがいい。そう、お前が追い詰めた、お前がいなくした、お前がサトシ君を殺してしまったんだ！どうしたよ、右腕はもう感覚がない？
じゃあ左腕にするか。どうしたの？叫ぶと私を喜ばすと思って、せめて悲鳴を絞って抵抗ってわけ。そりゃいいや。へえ、私もそう思ってましたのよ。は？私がニーニーを追い詰めたからいなくなってしまった。ニーニーがいなくなったその日にもう気づいてましたのよ。あ、私が甘えていた。ニーニーのすねをかじり続けてしまった。ニーニーも辛かったはずなのに、私はニーニーにすがることをやめられなかった。その点につきましてはあなたの言う通りですわ。弁解の余地なんてありませんでしたよ。ちょっと意外だね。あんたが自分の罪に自覚があったとはね。ニーニーはきっと帰ってきてくれる。いつかきっと帰ってくるんですの。でもね、帰ってきたら私もう一人前になっているところを見せるんですのよ。私もうニーニーに甘えない。背中に隠れたりしない。しっかりした一人前になったことを教えてあげるんですの。帰ってきたらいいね。帰ってきたら。ニーニーはきっと帰ってきてくれますの。絶対に、絶対に帰ってきてくれますの。それまで待ってるんですのよ。そしてニーニーに今まで甘えてきて本当にごめんなさいって謝るんですの。それまで負けるものか、負けるものか。もう私は絶対にニーニーに甘えたりしないの。どんな苦難にもニーニーの助けを呼ばない。呼ばない。泣かない。叫ばない。泣いたらニーニーが来てしまう。だから私は一人で耐えてみせるんですのよ。上等抜かすな小娘が。私をいじめて楽しいならいくらでもお楽しみ遊ばせ。でもね、それで私がニーニーに助けを求めたりするのを期待しているんでしたらお気の毒ですわね。私は泣かないんだから。絶対絶対絶対に。疑うなら好きなだけ試してみろ。ニーニーは見ててくれる。私が本当に我慢強くなって一人前になったことを見ててくれる。私が泣き虫じゃなくなったことを見ていてくれる。それをニーニーが見届けてくれたとき、きっとニーニーは帰ってきてくれるんですのよ。さあ、いくらでも試してみろ。私は泣かない。涙も見せない。
北条里子がどれほどの強さを持つか試してみろ。ニーニー、見てますわよね。見ててくれますわよね。里子はこんなにも我慢強くなったんですのよ。もう何が起こってもへこたれませんの。こんなこと、この程度で、こんなくらいで、私は泣かない。助けを呼ばない。耐えられる。耐えてみせる。ニーニーが私に代わって傷ついてくれた痛みにはこんなのはるかに及ばないんだから。Thank you.
だろうと、この村の何者かの陰謀だろうと、僕は絶対に消えない。消されない。消えないよ、サトシ君は。消えないよ、サトコに。あのぬいぐるみを買ってやるまではね。もうすぐお給料がもらえることになってる。その日までは絶対に消えない。おばさんが帰ってきたからもう切るよ。あ、うん。ミオン。何？
ご苦労さん。鬼ってのも悪くないね。人が泣いたり叫んだりするのを見るのがこんなにも楽しいものだなんて知らなかったよ。私も人の世ってやつを十分に楽しませてもらったからね。そのうち自らの命を絶って鬼の国へ帰らせてもらうよ。でも安心しな。その前にちゃんとあんたは殺していく。あんたを殺すために今があるんだもの。私はそのためにいる。人を嘆かせて泣き声をすするのが私の鬼の優越だもんね。そうだ、あんたはケイちゃんが好きだったね。よし、あんたの前でケイちゃんを引き裂いてあげるよ。これは極めつけだね。その後にあんたを殺し私も殺そう。そうさ、鬼ヶ淵村は鬼の村。かつて鬼ヶ淵より湧き出した鬼が村を襲った伝承のある村。私もまた伝承の鬼たちのように猛威を振るい、そしてお社様の裁きを待とう。それでこそ雛見沢村にふさわしい才華と言えるだろうね。ケイちゃんですか？私です、シオンです。電話なかなか出なかったんでお留守かと思って切ろうとしてたんですよ。あ、ごめん。ちょっとそのお風呂に入っててさ。それでもご家族の方が電話を取りませんか？ひょっとしてケイちゃんの家今ご両親はお留守なんですか？いや別に留守ってわけじゃ。そんなことより聞いたか、リカちゃんとサトコの件。 いえ、結局あの後どうなったんですか？見つかったんですか？見つからなかった。ケイちゃん、どうか気を落とさないで。リカちゃんとサトコはさらわれたんだよな。はい、それは間違いないでしょうね。リカちゃんとサトコは、ごめん、その村長さんはさらわれてどうなったと思う？まだ生きてるんだろうか？殺されちゃったんだと思います。おいおい、そんなにあっさり。人間をさらってその状態を維持するのってとても大変なことだと思います。人質にするんでもない限り用が済んだら殺しちゃうのが一番合理的じゃないかと。殺しちゃうってそんなにあっさり。人の命を何だと思ってやがるんだ。恐ろしいことだとは思いますが、
多分そうではないかと。村長が殺されたということは、リカちゃんやサトコも同じように殺されたかもしれないということなのか。いや、そんなはずは。どっかのジジイとは訳が違うぞ。リカちゃんだぞ。サトコだぞ。そんなにあっさりと殺すはずは。リカちゃんとサトコちゃんも同じだと思った方がいいでしょうね。全くです。悪魔ですよね。なあシオ、教えてくれ、どうしてこの雛見沢では綿流しの夜に人が死ななければならないことになってしまったんだ。それは私が知りたいです。もうダム計画との戦いは終わったんだぞ。なのにどうしてまだたたり足りないんだ。どうしてだよ。どうして。理由があるなら言ってみろよ。ケイちゃんの気持ち、私もよくわかります。ダム闘争はとっくの昔に終わったんです。なのに毎年、お社様のたたりという名の殺人と失踪が繰り返されている。なぜ？どうしてなんですか？全然関係ない人もいた。たたられるのに不相応な人だっていたのに、どうして？どうして？それを俺が聞いてるんだ！それを私だって知りたいんですよ！いいですか。お社様のたたりなんて非現実的なものは初めから存在しません。ケイちゃんの言う通り、村の何者かがお社様のたたりというもっともらしい大義名分を利用して綿流しの度に殺しと失踪を繰り返しているんです。奴らは狡猾でした。たたりを都合よく利用して村の旧敵を毎年2人ずつ消し去るシステムを構築していったんです。そしてこのシステムで今年は高野さんたちが殺された。じゃあ2人で十分じゃないかよ。どうして村長やリカちゃんやサトコまで殺されなくちゃならないんだよ。それに俺は過去のことは今さらどうでもいいんだ。リカちゃんとサトコがなぜ殺されなくちゃならなかったのか、その一点にしか興味はないんだ。どうしてなんだ。サ
とこには打ち明けですらないんだぞ。どうしてさとこまで、どうしてなんだ。ケイちゃん、もういじめないでください。私だって何が何だかわからないんです。西宮殿に忍び込んだあの晩から全てが変わってしまった。あの晩、高野さんたちが死んだと聞き、耳を疑いました。そしてすぐに気づいたんです。今度は自分が狙われる立場になったんだって。忍び込んだのは私たち4人、私とケイちゃんだけが都合よく許してもらえるわけがない。そう思った時、それがどれだけ心細くて恐ろしいことだったか、ケイちゃんにはわかりますよね。だから私、君吉のおじいちゃんに打ち明けたんです。君吉のおじいちゃん、怒らなかった。そしてにっこり笑って、しおんちゃんがちゃんと反省してるなら鬼隠しになんかなるものかって、本当に笑いながら任せなさいって。いつ村長に打ち明けたんだよ。え？ごめんな、シオン。悲しい気持ちのところに追い打ちをかけるようで。シオンは打ち明けたんだよな。君吉のおじいちゃん、つまり村長に。はい。いつ打ち明けたんだよ。村長さんは重い血を患ってて病院にかかっていたという話は知ってるか。あの、ケイちゃん、それが何か答えてくれ。知らないなら知らないと答えればいい。血だったのは知ってます。座る時とか辛そうでしたから。病院に通ってたんだ。どこの病院かは知ってるよな。ごめんなさい、それはちょっと知りませんけど。でもケイちゃん、それが一体何の。単刀直入に聞きたいんだ。シオンはいつ村長に打ち明けたんだ。どこで、いつ。大雑把でいいから教えてほしいんだ。ケイちゃん、なんでそんなこと。ありえないんだよ。村長が失踪した日、朝から消えるまで
シオンには接触できる機会はありえないんだ。そんな。村長は朝一で誰にも内緒の大学病院へ一人で診察に出かけた。シオンは今この病院を知らないと言った。だから帰ってくるまで村長と接触することはできないはずだ。そうだろう？帰りの電車が事故で遅れたので自宅に帰ってきたのは会合の始まる直前だった。つまり会合が始まるまでの時間にも打ち明ける時間的余裕はないんだ。シオンも一緒に会合に出たのか？そして会合の席上で打ち明けたのか？ここで打ち明けなきゃもう時間がないもんな。会合が終わった後村長は帰宅途中で失踪するんだから。実は会合にで、あの日シオンが行くと言ったバイトすら君は欠勤してるんだ。もっと端的に言おう、君は俺と一緒に行った図書館以降誰にも目撃されていない。ケイちゃん、あの園崎シオンは綿流しの翌日に失踪したんだ。大石さんは君がすでに失踪していると言っているんだ。でもシオンはこうして毎晩俺に電話をかけてきてくれただろう。頼むシオン、俺が言ったことが間違ってるならそうだと言ってくれ。シオン頼むから。村長に会ってなんかないんだ。もし会ったとしたなら、村長が会合を終えた後、すなわち失踪する直前、もしくは失踪してからしかありえないんだ。
こんな時間に珍しいね。二人とも学校は？学校は休んだよ。ふーん。ケイちゃんはともかく、レナも？二人とも不良なんだからな。立ち話もなんでしょ？入りなよ。ミオン、まず謝ることがある。ケイちゃんが？何を？あの綿流しの晩、俺は神社の西宮殿に入ったんだ。ミオ、おととい、リカちゃんとサトコを呼んだろ？覚えはないけど、そう思うに足る根拠があるなら聞かせてもらえる？夕方過ぎのお夕食前の時間、リカちゃんが来たはずだよ。お醤油の大瓶を持って、お裾分けしてもらいに。どうしてそう思う？そんなに難しい話じゃない。みーちゃんも見たでしょ？リカちゃんの部屋。ん？冷ややっこがあるのに、お醤油がなかった。そして、流しの下にあるはずの醤油の大瓶も、瓶ごとなかった。あはは。何それ？それが私のとこへ来る理由になるわけ？長くなるから説明は省くけど、冷蔵庫の中身がみーちゃんの呼び出した話の内容まで如実に物語っちゃってるの。これは飛んだ名探偵が身近にいたもんだよ。まさか冷蔵庫の中身だけで電話の内容まで見破るとは
参ったな。参った参った。ミオ、警察はもうとっくにお前を疑ってるんだ。この家も大石さんの部下が踏み込もうと今も様子を伺ってる。初めてご挨拶申し上げます。園崎本家当主跡継ぎミオンでございます。本日はようこそ園崎本家においでくださいました。当主お寮に代わりまして皆様にご挨拶申し上げます。皆様におかれましてはいろいろお尋ねになりたいことがおありの様子、私にお話しできることでしたら包み隠さずお話ししたいと存じます。雛見沢村を再び鬼ヶ淵村のように崇められるに足る神聖な存在に、それが我ら鬼ヶ淵村の末裔の悲願であり、その崎本家の鬼を継ぐ者の宿命なのです。鬼を継ぐ者、我がその崎本家は代々当主の名に鬼の一字を加える習慣があるのです。私の名前を手のひらにでも書いていただければ一目瞭然かと。あ、本当だ。鬼という文字が含まれてる。
名前だけではありませんよ。この体にも鬼が刻まれているのです。いいよ、みーちゃん、見せる必要なんて全然ない。ありがとう。でも、みーちゃんはリカちゃんとサトコちゃんを殺したんだよね。他の人のことは殺してもいいとも言わないよ。でも、とにかくみーちゃんはリカちゃんとサトコちゃんを殺した。弁解はしないよ。私には鬼が宿ってる。名前にも体にも心にも。でも手を下したのは鬼じゃない。園崎ミオン、私本人、ミオンが望んだからリカちゃんとサトコが死んだ。それは変わらない。レナの言う通りだよ。自首しよう。私たちも一緒に行くよ。親友を一人きりになんか絶対にしない。泣くことレナには勝てないわ。自分で自分の罪どのくらいになるかよくわかってる。たとえ自首が認められても、多分もうここに帰ってくることもないと思う。だから最後にわがままを聞いてほしいな。何かな。30分でいいからケイちゃんと二人きりにしてほしい。ケイチ君、どうかな。ケイチ君が嫌なら無理にとは言えない。そうだね。嫌ならそれでもいいよ。私は鬼だもの。ケイちゃんはよそから引っ越してきた正真正銘の人間。愛入れることなんて、お社様が実在して仲介してくれない限り
絶対にない。ああいいぜ。ありがとう。私からもありがとうを言うよ、圭一くん。あ、いいよ、レナ。ここで待っててくれれば。圭ちゃんとは庭をぐるりと回りたいだけだから。退屈だったら私の部屋へ行けばいい。漫画とか好きに読んでていいよ。あ、なんだったらお気に入りの単行本丸ごと持ってってもいい。嫌だよ。みーちゃんの本はみーちゃんのものだもの。勝手にレナの家に持って帰れない。あんたはこんな時に限っていい子なんだから。じゃあ、行こう。ケイちゃん。腕組んでもいいかな。別に構わないぞ。私に腕を組まれたらなんだか緊張しちゃわない？例えば急に関節技を決められちゃうんじゃないかななんて思ったりとか。姉妹揃って同じことを言うんだな。思わないよ。全然。シオンもケイちゃんのことが好きだったみたい。そうなんだ。ミオンとシオンは仲は良かったんだろ？さあどうかな。ケイちゃんは自分の右手と左手は仲がいいと思う？え？右手と左手？それは仲がいいとか悪いとかそういう言い方で例えるものじゃないな。そういう関係だから。仲がいいとか悪いとかそういう尺度では測れない関係。
例えば利き腕というものがあるように、右手と左手には間違いなく優劣の違いがある。もしも鍋つかみが片方しかなかったら、迷うことなく利き腕にするでしょ。そういう差はあったんじゃないかと思う。だからといって左手がなくなったっていいなんて思う人は誰もいないはず。そんなよくわからない関係だね。それは近くにいすぎるから見えなくなっているだけで、きっととても仲のいいことなんだと思う。俺は一人っ子だから、祭りの前日ミオンとシオンが二人してじゃれ合っているのをすごく羨ましいと思った。ないものねだりじゃないの。双子なんて昔は人をからかったりしてそこそこに面白かったけど、こうして互いがはっきりと異なる個性を持った今ではかえって邪魔なだけ。シオンはまだ生きてる。本当か？うん。誰よりもむごたらしい死に方をさせてやろうとずっと考えて閉じ込めておいたけど、今日までその方法はとうとう思いつかなかった。私の罪のすべてを見てほしいから。でもそれはケイちゃんにとってこの上なく辛い光景かもしれない。引き返すなら今だよ。ケイちゃんの中の園崎ミオンがどんな人かは知らないけれど、中に入ればそのミオンはきっと。変わらない。何度だって言う。園崎ミオンは俺の最高の親友だ。
昔の当主の書き物によるとね、血のしぶきってのは犠牲者に負担をかけない割にはインパクトがあるんだってさ。綿流しは見せしめの章だったから、私のご先祖様たちは様々な章を考案してたんだよ。ほら、そこが干渉石なんだよ。綿流しは見せしめの章だから、客がいなきゃ意味がない。みんなここで私が殺した。見てくれている観客はいなかったけど、私は綿流しを上手にやってみせた。いや、観客は一人だけいたかな。え？観客？私という鬼がミオンの執り行う綿流しをずっと見てたから。向こうが牢屋。シオンはそこにいるのか？シオン！シオンか！ケイちゃん。ケイちゃんなの？大丈夫か、シオン。怪我はしていないのか。落ち着け、シオン。もう全部終わったんだ。全部。シオン、ご機嫌はいかがだった？
殺して殺して、お姉お落ち着けってしよう。もう終わったんだよ、大丈夫なんだ、だから落ち着け。安心しなよ、あんたは殺さない、まだまだ殺さないんだから。死にたければこの男を殺した後にゆっくりとひき肉にしてやるよ。古式にのっとり、獅子の先端から少しずつガリゴリと削ってミンチにしてやる。あの肉ひき器はあんたのために取っておいてあるんだからね。それともそれでケイちゃんをミンチにしてみせた方があんたには面白いかな。おい、いい加減にしろ。今さら怖がらせてどうするんだよ。ダメ、ケイちゃん逃げた。聞こえるかい、しよう。これから始めるよ。ケイちゃんの若い悲鳴をたっぷりと楽しみな。いい加減にしろ。ようやくお目覚め。私、さっき嘘をついたね。シオンを一番無ごたらしく殺してやろうと思って閉じ込めておいたけど、まだ思いつかないって言ったやつ。
あれが嘘。あの子に自分のせいで死ぬ大勢の人の悲鳴をたっぷりと聞かせて、体の芯まで染み通らせてから殺すの、なかなかセンスいいでしょ。お前は誰だ。は？ミオンでしょ。園崎ミオン。恐怖で頭が変になっちゃった。違うな。お前が園崎ミオンであるはずがない。へえ。じゃあ、私がミオンじゃなかったら、私は誰なわけ？鬼だ。え？お前はミオンじゃない。さっきまで一緒だったミオンを返せ。ケイちゃん、本当に頭は大丈夫？恐怖で頭がどうかなっちゃった？触るな！この鬼め！返せ！ミオンを返せよ！俺の最高の友人だったミオンを返せ！ミオンを目の前にしてミオンを返せなどと、よまいごとであることは分かってる。でも、でも目の前の今のこいつは、断じてミオンではありえない！認めるわけにはいかないんだ！頑張れミオン。こんな鬼畜生に負けるな。
本当に強いお前の力を見せてくれ。ゲイちゃん、メイドの土産なんて気の利いたものじゃないけれど、どうしても知りたがっているようだから一つだけ教えてあげるよ。私の中に鬼が宿ったのはずいぶん前、その鬼は私を蝕み強行に駆り立てようとした。だけれど私はそれを理性で押さえつけた。鬼はそれで収まり、私はその鬼はどこかへ行ってしまったんだと思い込んでいた。でも本当は違った。私の中から出て行ったんじゃなく、私の中で眠っていただけだったの。その鬼はある小さなことをきっかけにまた目覚めてしまった。それは何に原因があったと思う？鬼の私が教えるのも変だけれど、あんたが全ておかしくしてしまった元凶。あの時あんたがもらった人形を躊躇なく私に渡していたなら、全ての異常は起こらなかったかもしれない。ケイちゃんには理解できないだろうね。理解できなくて当然。だけどね、そこからドミノ倒しみたいにパタパタパタといろんなものが倒れ始めて、収拾がつかなくなってしまった。はじめの小さな一つを倒したあなたに自覚がないのは当然だろうけど、あなたが元凶なの。そんな、嘘だろ。自覚がないのは当然。でも紛れもなく元凶なのはケイちゃん。あの時
あんたがさりげなく人形を私にあげていたら、多分こんなことにはならなかったと思う。じゃあそろそろいい？このやり方はね、とてもシンプル。左手の小指の先端の節に釘を打つ。順に親指まで打ったら、また小指に戻って、今度は真ん中の節に釘を打つ。この調子で、15本の釘で左手を打ちつける。それが終わったら、次は右手。それが終わったら次は…まだ意識があったら教えるね。指先って、たくさんの神経が集まってるから。ケイちゃんが想像するよりもはるかに痛いよ。両手30本を打ち終える前に失神しちゃう人もいるそうだから。他の人を相手にするときには何のためらいもなかったけど、なぜかあんたにはためらいがあるよ。それでミオンの鬼が収まるなら、気の済むようにやってくれ。あんた、本気で言ってるの？俺が傷つけたミオンの痛みに比べれば、こんなの大したことないんだろ。気の済むようにするといい。その代わり、二つ約束しろ。俺を気が済むまで痛めつけたら、シオンは許してやれ。細工殿に忍び込んだ罪には、それで十分見合う仕打ちをしたはずだ。あんた、この後に及んで、自分よりシオンの心配ができるわけ？もう一つは、気が済んだら、もうお前は消えろ。その体を、ミオンに返してやってくれ。それだけだ。あんたって人には、命乞いをするとか、そういう考えは思い浮かばないの？約束、二つじゃなくて、三つにしていいか？三つ目は、俺を殺すなにしてくれ。最初に二つって言ったでしょ？だからもうダメ。そいつは残念。多分私は約束を守らないよ。鬼だから。その時は仕方がないさ。ケイちゃん、今の三つ目の願いだけは聞いてもいいよ。え？一つ目の願い、
シオンを救うこと、これはもう無理。シオンは鬼が殺してしまう。それはもう決められたことだから止められない。だから諦めて。そして二つ目の願い、この体をミオンに返すこと、これももう無理。今日を境にミオンが戻ってくることはもうない。今日以降、もし私の姿があったとしても、それは姿だけ。私の姿をした鬼だから。そんなことはない。ミオンはミオンだ。もう戻ってこないなんて悲しいことを言うな。聞こえる？あの音。帰りが遅いからレナが大石を呼んだんでしょう。あのぼやっとした感じの子がこんなに頭が回るのだけは計算外だったな。それについては同感だよ。見たことないでしょ？本物のスタンガンだよ。かなり出力が上げられるようになってるけどね。さっき俺に食らわせたのはそれか。子供のおもちゃには向かねえぞ。そうだね。殺さないけど、しばらくケイちゃんにはお休みしててもらうね。すぐに大石が来てくれるから。ちょっとの我慢。ごめんね、ミオンを怪我して。ここに入る前に約束した。何があっても俺の中のミオンは変わらない。でも忘れて、今日以降もしも私を見かけても近寄らないでね。それは私の屍に取り付いた鬼なんだから。シオン、さあ出ておいで。
あんたがケイちゃんを見逃してほしいと祈ったから、お姉はちゃんと約束を守ったよ。ケイちゃんはスタンガンで伸びてるだけ。もうすぐ警官隊が来るから解放されるよ。ありがとう、ありがとう。でも、シオンにはまだ用がある。ここから脱出するの。その前にシオン、あんたにミオンを返すわ。え？脱げ、その服。交換だよ、また。ほら、髪のゴムバンド。あんたから先にどうぞ。井戸の底にあるとかいう隠し通路を探すの。お姉ちゃん、あんたの望み通り、ケイちゃんは救った。代わりにあんたを殺してもいいってことだったもんね。お姉はちゃんと約束は守るよ。ミオンの格好をしたあんたはここから落ちて、おだぶつ。私はシオンの格好だからね。ケイちゃんが被害者だと立証してくれるよ。私は岩牢の中で警官隊の助けを待つ。まあ、指紋なんかでバレるだろうけどさ。その頃にはどこかへ身を隠してるってわけ。お姉もなかなかやるでしょ。私を殺すとサトシの復讐になる。そこまで分かってるなら覚悟はいいよね。そこまで落ちてサトシ君に謝っといて。お姉、この底にはね、サトシはいないよ。は？あんたら言わなかったっけ？ここに捨てられてるって。園崎家で殺されてればここに捨てられてると思う。そうは言った。この後に及んでややこしいことを言うね。もうちょっとわかりやすくお姉に言ってごらん。私もね、サトシのこと好きだったんだよ。そりゃそうだろうね。私が好きになるくらいだもん。だからサトシが消えた時、私も悲しくて悔しくて、いろいろとね、調べたんだよ。それで？バッチャにね、詰め寄ったんだよ。締め殺してやろうってくらいに。そしたらバッチャが教えてくれた。次期当主にしか話さないよ、絶対に内緒だよって。
あの事件が園崎家が関わってないってわけ？そんなの信じると思う？私はバッチャがね、嘘を言うとは思わないの。特にサトシの失踪については本当に知らないって言ったの。だってサトシとお姉の交際バッチャは許したんだよ。爪を見事剥いで見せたから全部忘れるって言って。嘘だ嘘だ、出任せを言うな。じゃあ誰がサトシ君を消したの？誰が？それだけはわからない。でもね、園崎家じゃない、バッチャじゃない。あんただってたたりのシステムは知ってるでしょ。別にサトシ君を襲えとわざわざばあさんが指示しなくても気を利かす誰かが襲う。そういう仕掛けでしょうが。バッチャはね、お社様のたたり誰が起こしてるのかなって長いこと調べたんだって。だけど見つけられなかった。誰もが村の中の誰かって信じてるのに、村の中にそんな人は存在しないの。存在しない？しないならなんで毎年たたりが起きるわけ？おかしいよね。でもいないの。いないんだって。フルでリカが私に首をかきむしる注射で襲いかかってきたってのは話したよね。それはどう説明するの？九祖猫を噛むって状況じゃない。向こうから訪ねてきて催涙スプレーと注射器で襲いかかってきた。おそらく同じ注射で富武さんが殺されてるんだと思う。それはわからない。リカちゃんがそんなことするなんて信じられないよ。実際に見た私でも信じられないよ。あの死に方を見りゃね。やるね、シオン。最後の最後で私の復讐劇をひっくり返そうってわけ。お姉ちゃん、
信じて、私は仇なんかじゃない。信じてよお姉ちゃん。シオン、あんたが本当に無実なら、あんたは天国へ行けるね。サトシ君に謝っておいて。お姉、天国でサトシ君に謝って。私は天国には行けないから謝れない。